静粛に聞かせてほしい。だけど定期検診の時間です。怖くないの？ただのバランスたちだもん。お星様に口だぞ。キノコの目をキーラブ&ピースラブ&ピース、フォー発射。助けて、ラブ&ピース、ラブ&ピース。早速だけど定期検診の時間です。定期検診の時間。船の中には蓄音機もドクター故障も。マチルダ？あなただったのですか？ごめんなさい、てっきり不審者だとばかり。それで。ミス・マチルダ、大丈夫ですか？公共の場で大声でわめき散らすなんて。
ての同級生としてこのリハビリセンターで出しゃばって患者たちの迷惑になる行為はこの私が許さないわよ。私はあなたに忠告しに来ただけよ。あら、ソネットさんじゃない。それから優秀卒業生のソネットさん、どこぞの急性躁病患者が逃げ出したのかと思って系統外磁気刺激法を使おうとしていたところなのよ。うう、頭が アトンデミネーツ。ソネットって誰よ。っていうか私はこんなやつとは何の関係もないんだから。私は校内トップ3の優等生かつ風紀補助教員、そして流暢なフランス語が話せるマチルダ・ブアニッシュよ。私に会ったことがある人なら誰であれこの名を忘れるべきではないわ。忘れてないわ。ただトップ1の彼女の方が印象深いだけよ。邪魔よ。私の道を塞がないでよね。ミス・マチルダ、これを。行っちゃったわね。ゴミ袋の中の灰を頭にかぶったまま。私、彼女だって知らなくて、少し乱暴にしすぎたでしょうか。さて、本題に入りましょう。あなた、ベルティに会いに来たんでしょ？ついてきなさい。はい。ベルティに会いに行ったそうね。はい。彼女の様子は？相変わらずです。他の患者と同じように。今なお意識が回復していません。人工無誘治療はきっと彼女の回復に役立つでしょう。彼女がタイムキーパーになってすでに4年余り。たまには息継ぎも必要だわ。はい、その意見については異論ありません、副会長。今回来たのは別件についてです。教諭院から提出された増員と編成に関する議案か。よく考えたのだけど、やはり必要ないと思ってね。ここに来たのはそのボツになった議案のことで？ええ、恐れながらあなたの観点にどうしても納得がいかなかったもので。ベルティのスーツケースは我々本部と同じようにストームの影響を受けません。つまり彼女はすぐに財団が間接的に操ることができる部隊を作り上げることができるのです。なので彼女に独自の部隊と選ぶ権利を与えるべきです。可能な限り支援を与えることできっと財団をより強固な組織とする力が生まれるでしょう。それにこれは私たちとベルティの関係を保つためにも必要だと思います。あなたはベルティが今回連れてきた人たちをどう思っているのかしら。安定した人格、熟練したアルカナム、一定の社会経験を持ち合わせているアルカニストたちです。私からすればストームに全てを奪われた哀れな放流者よ。彼らは緊迫し
慌てふためき、どうしてよいかもわからない。ただ己を守ってくれる大木を探し求めている。ベルティが目を覚まさない今、彼らが望むものを提供できるのは財団だけだ。その見返りに彼らは何をもたらしてくれるのかしら。アルカニスト特有の不安定性、それとも血統を理由に人類至上主義という我々の信念に疑問を呈するのかしら。はあ、もちろん財団には新しい血が必要だわ。特にとても従順で秩序正しい血管の中を滞りなく流れる血液がね。そのためにもこれらの哀れな子たちに必要なのは独自の部隊と選ぶ権利ではないわ。彼らに必要なのは規律よ。学院内にいるあの白紙のような子供たちが体験するものよりもずっと厳しい規律をね。わかりました。つまりあなたは口を閉ざした人形を望んでおられるのですね。私は常に楽観的な期待を持っているのよ。あなたもわかっているでしょ、ゼット。むしろ彼らが無口の人形ではないと自ら証明できたとき、初めてこの廃案を考え直す余地が生まれるのよ。私は誰もつけてなんかいないわ。ただ普通に廊下を散歩していただけよ。それをあの小アル女急に飛びかかってくるなんて。さっき逃げた時うろたえすぎちゃったわ。ただ彼女に私が占った予言によると、彼女たちが連れてきたお友達の身に危険が迫っていると伝えたかっただけなのに。ヴェルティったらいつ目覚めるのかしら。あれでも彼女はそこそこすごいやつだったのよね。ましてや今はあのソネットの上司だし。怒るべきか悲しむべきかわからないわ。ソネット、彼女のことをとても心配しているんだろうな。私も何か手伝えればいいんだけど。それにしても会うの久しぶりだな。髪の毛少し長くなってたし、なんだかいい香りが。私ったら何言ってるのよ。おだまりおだまり、あの最優秀生徒にギャフンと言わせてやるんでしょ、マチルダ。頭、誰？君、頭が取れそうだよ。だから拾ってあげようかと思ってね。何わけのわからないことを。あなたここの患者？看護師さんは？俺は見たんだ、全てをね。みんなの体がバラバラになって、
三角に立方体に君の頭は綺麗なひし形だね。そのひし形が落ちないように守ってあげないと。君の耳を守ってあげないと。お気遣いどうも。けど自分の身は自分で守れるわ。これ私の水晶玉よ。触ってみて。これはどんな形かしら。これは加減にしなさい。看護師さんに怪我を負わせた上に鍵を奪うなんて。どうやら教員である私の出番のようね。平和が我らと共にありますように。うん、待ちきれないぜ。あなたを信じる。いたずらしちゃうぜ。 I know the moon, and this is an alien city. Woo! 発射。私のバッグに触んな。緊張しないで。ご協力感謝します。刃のようにスタートミーアップ。いたずらしちゃうぜ。 I know the moon, and this is an alien city. 左上げて、右上げて、ウォー発射。問題ありません。いたずらしちゃうぜ。お目目チカチカするから準備しときな。オン、ロッロッロッジェンダーワールド。まだ踊ってないやついる。ウォー発射。ヒッヒッフレイ。私たちの友達がストームに連れ去られてしまったんです。実際心の準備はできているつもりでした。ただ彼女との別れはあまりにも唐突で。最後は服だけがこの世にとどまったのね。はい、1929年のアメリカにいる全てのアルカニスト名簿を調べたところ、彼女たち一家の名前はありませんでした。彼女はグレコの実の娘で、シュナイダーという名はあくまで偽名でした。詳細についてはまだ調査中ですが、彼女は確かに。アルカナムが使えた人間です。ふむ、教えてくれてありがとう。症状の分析に役立つわ。タイムキーパーは2型トラウマと診断されたわ。
これが何を意味しているのか、わかる？心理学はあまり。彼女はこれまで繰り返し同じトラウマを受けてきたということよ。それでも彼女の行動と認識には何の異常も出ていないわ。私たちが彼女を押さえつけヘルメットをはめようとしたとき、彼女は冷静にこう言ったの。あなた方の判断に従う。けど決して永遠にではない。とね。あれでも脱獄事件の首謀者ですからね。あの程度の犯行はまだ可愛いものだわ。私はずっとタイムキーパーは情緒不安定を治療しているのかと思っていました。ですが、まさか押さえつけられてだなんて。ああ、それはあくまで結果論よ。私たちがすべきなのはベルティを気絶させることだから。これは委員会副会長のコンスタンティンが直々に下した命令なの。上層部の命令は全ての合理的判断を掛け合わせて考慮した結論よ。人類の理屈に疑いの余地などないでしょう。もちろんです。私たちの理想はよく似ているわ。だからこそあなたにだけはつい興味深い話を共有したくなるのよね。もちろん、もしあなたが純潔な人間ならもっと良かったんだけど。ベルティの磁場は常に微妙なバランスを保っているわ。彼女はほとんど自ら夢を見ることはないようね。だからこちらも常に夢を切り替えながらこのトラウマの元を探すしかないの。この治療はいつまで続く見込みなのですか？いつまででしょう。新しい命令を受けるまでかしら。つまりこれらは全てタイムキーパーの健康とは何の関係もないのですね。ええ。あなたどうしたの、ソネット？私にも分かりません。先ほどのご無礼をお許しください。ただ少し気分が悪くて。うまく説明はできないのですが、おそらく朝食の何かが当たったのでしょう。具合が悪いのなら早く帰りなさい。無理をしてはダメよ。ありがとうございます。タイムキーパーをよろしく頼みますね。では。切れないぜ。まだ見ぬ世界をこのペン先に。しばし安静が必要。お目目チカチカするから準備しときな。 Each moment, now night. クシュクシュおやすみ。まだ踊ってないやついる？ふぅー！発射！ラブ&ピース！ラブ&ピース！いたずらしちゃうぜ！あなたを信じます。刃のようにスタートビーあなたを信じます。So long lives this, and this gives power to thee. ふぅー！発射！
この子たち、財団の生徒よりずっと手に負えませんね。紀元前388年、アテネの城内にある花園の小道に、とある哲学者学院がそびえ立っておった。そこには、36人の人間の思想家たちが、君たちと同じように、このような疑問の答えを探し求めておった。何が知識を受け継がせるのか、何が世界のバランスを保っておるのか。諸君、彼らが我々に残した教えを忘れてはならん。伝統、栄光、理性、責任。これらの答えを諸君は生涯に探し求めるであろう。平和が我らと共にありますように。平和が人類と共にありますように。我々は前期の卒業生のうち 45% を聖パブロフ財団の本部に送り、そのうちの一人がその優秀さを高く評価され、教友院に選ばれた。その他の者も前線の調査員や各国の事務局員、専属の部隊兵など、人類の事業発展に大きく貢献しておる。数千年にわたり、我々は数多くの貧困層や収容所から送られてきたアルカニストの子供を引き取り、彼らを模範的人材に育て上げてきた。間もなく諸君も世界の秩序を守る大黒柱と成長するであろう。そして、演説があまりにも素晴らしかったので、もっと見やすい位置に移動しただけです。エルティ、君は我々が引き取った中でも最年少の児童だ。なんせ入学当初はまだ生まれて1ヶ月余りだったからの。今年で12年目かな。この中で最も特別な生徒として君の考えが聞きたい。どんな質問にも答えてあげよう。どんな質問でもいいのですか？もちろんだよ。話してごらん。校長先生、ストームって何ですか？
あとどれくらいで着きますか？何です？監禁部屋まであとどれくらいですか？安心して、もうすぐよ。わかりました。罰として今日の夕食は抜きよ。明日の昼まで迎えは来ないわ。わかりました。どこで聞いたのかは知りませんが、もう二度とそれを口にしないと約束しなさい。約束します。着いたわ。ここよ。ここの環境はあまり良くないわ。以前授業で教えたアルカナムが役に立つでしょう。その授業を真面目に聞いていればの話ですけど。さあお入り。ここでしっかり反省するのよ。次はこんな生ぬるいものでは済まされないわよ。これはシャミール虫。すごい。伝説によると、シャミールはソロモン王が長年探し求めていた奇跡の生き物だって聞いたわ。どんな職人にも勝る研磨能力を持ち、葉っぱや金属、宝石に彫刻を施し、軽々と宮殿を作り上げたり、巨大な船を破壊したりすることができたって。それが今では、子供を罰する道具になるなんてね。とも数百はいそう。それも全部こっちに向かってきてるみたい。確かに先生に虫除けの呪文を教わったけど、シャミールは普通の虫ではなく一種の高等な魔性だわ。初級のアルカナムではおそらく効かない。それに私は未だに能力が出せないし、もしかして私アルカニストじゃないのかな。もう噛まないでよ。いけない、集中しなきゃ。きっと何か方法があるはず。窓辺の天井から水が滴っているけど、ここ数日雨は降っていない。地面には薄く泥が散乱しているけど、この範囲から見るに以前閉じ込められたこの靴についていたものとも思えない。滞りなく滴る水は地面を凸凹にする。これは体が小さいシャミールにとっては永遠によじ登ることが叶わない崖だ。彼らの進行速度を緩めて、私たちが術を施すのに十分な時間を与えてくれている。けどそれならどうして彼らは私の足元に集まるのかしら。これは彼らの餌なのかな。全て仕組まれていたことだったのね。
羊毛。ああ、なるほどね。伝説によるとシャミールは羊毛で包んで鉛製の容器に入れて保管するのだとか。ということはこの部屋の壁は彼らにとっては得なんだよね。もちろん私にとってもね。ここはなかなかの条件が揃ってるみたい。彼らが好む食べ物もあるし、彼らが嫌うものもある。そういうことなら対処法が増えたわ。よし、では早速彼らを端に追いやるとしよう。平和よ、どうか我らと共に。刃のように。スタートミーアー。I know the moon, and this is an alien city. Woo! Hasha! Itadurashouze! Anata wo shinjimasu. Daito!霊女セレーノインセンスエリンピンカー刃のように。スタートミーアー。 I know the moon, and this is an alien city. ライトオン。おやめ、まだ見ぬ世界をこのペン先に。いたずらしちゃうぜ。 Each moment, now night. ラッラッラッジーザワールド。おめめチカチカするから準備しときな。無駄な抵抗はおやめなさい。まだ踊ってないやついる？ワーオ！発射！すべて良くなるわ。あなたを信じます。発火湯感じるです。先輩カーローミークコステールもコーラ。私のバッグに触んな。いたずらしちゃうぜ。スタートミーアー。ラッラッラッチェンジザワールド。ヒッヒッTo thee. Woo! Hasha! Atashi no bakku ni sawanna!
なたを信じます。いたずらしちゃうぜ。スタートミーアップ。レイニョス・レイノイン・センスエリン・ピン、フォー発射。ラッラッラッジンザ・ワールド。緊張しないで。刃のように。ご協力感謝します。全員座りましたか？なんとかすべて追いやれた。ああ、少しお腹が空いたな。そうだ、この南京錠の素材は何かな。もしかしてこれもシャミールが研磨できるように何か細工を。食料が足りている環境では、さすがのシャミールも空中にぶら下がっている鉄製のものには気づかないってわけか。そろそろ新しい献立を試すべきよ、老紳士たち。あなたは？僕はリング。どんなものでも引っ掛けることができるんだ。ほら見て。すごい。
開けられるんだよね。そうよ。お願いを聞いてくれないか。その代わり君のために力を尽くすと誓うよ。君の特技で僕の部屋の鍵を開けてほしいんだ。それで君はここと、おさらばってことね。当然、こんなところ二度と戻りたくないね。それはダメ。もし君が部屋から逃げたら、私たちはもっと重いお仕置きを受けることになる。私はただ食べ物を探しに行くだけ。また戻ってくるわ。君も何か食べる？フィッシュ&チップスがいい。できればオニオンビネガーもつけてほしいな。わかった。マッシーピーも一緒に持ってきてあげる。つまりシャミールを倒して逃げ出したのか？ええ。あなたの部屋には何かおかしなものはいないの？別に何も。強いて言えば薄汚いネズミが数匹いたくらいかな。とっくに片付けたさ。はっ。教員食堂のフィッシュ&チップスは最高だね。第二食堂とは大違いだよ。あそこはドレッシングを忘れるどころか食材にタラを使わないんだぜ。そういえば君はどうしてここに？あれを口にしたからよ。あれってどれ？あれよ。パレード前の全校集会の時にみんなの前でね。まさかあの巣から始まるものじゃないよな。それを全校集会で？マジか。校長きっとカンカンだったろ。意味がわからないわ。どんな質問でもいいって言ったくせに。ところでそれどこで聞いたんだ？私たちの寮にいた清掃員からよ。それが彼の発した最後の言葉だったの。その後彼は校門の外に連れて行かれて、あるトラックに乗せられたわ。その道中ずっと叫んでいたの。ストームが来る、ストームが来るってね。あ、行っちゃった。やっちゃった。いいじゃん、話し続けてよ。いろんな人に聞いてみたけど誰も相手にしてくれなかった。モーリスおじさんが言うには、彼は不当な時期に学院を離れたせいで見てはならないものを見てしまったって。だから治療が必要なんだって。僕の予想は当たってたんだ。学院は情報を遮断してるんだよ。どういうこと？これを見ろよ。職員室から持ち出したんだ。ストームで変わりゆく世界、財団による真相隠蔽。そう、この記事によれば学院の外ではストームという現象が現れていて、人々の命を脅かしてるんだ。その真相を財団は隠蔽してるんだ。僕たちにそれを口に出させないのが何よりの証拠さ。でもこの記事にもそれに対する説明は書かれていないね。文章の最後に太字で
マヌス・ベンデッタがあなたを歓迎しますって書いてあるよ。マヌス・ベンデッタって何？さあ、聞いたことないな。裏にも何か印刷されているみたい。どれどれ。幸福も平和も生命も健康も敬服も尊厳も技術や武術も従順に飼いならされし子羊を顧みぬ。明けの明星もその目には届かず、古き遺跡にあふるるはずべき隠蔽、その詩は鏡に映らず、ただ盲目に称賛の音を上げる。数知れない詩を渦巻く道引きに従いて、冒涜を持ちて天国を汚す、災いを持ちて学識を飲み込む。その追い討ちと哀れな子羊たちは何になろう。人、人となりたいのなら己に気づきし王朝を牽引せよ。自我を持ちて保たれた意識で彼の渇望と。恐れを鎮め真の彼自身を奪取せよ。なんだ？さてはこいつらポテトの匂いに釣られてきたな。ヴェルティ、ヴェルティ、何ぼーっとしてんだ？早く手伝ってくれ。どうか我らと共に。刃のようにいたずらしちゃうぜ。 I know the moon and this is an alien city. ライトオン。おやめ。切れないぜ。刃のように
hand lifts this, and this gives power to thee. 左上げて、右上げて。あなたを信じます。いたずらしちゃうぜ。レイニョス・レイノイン先生リンキーニカラッラッラッジンザワールド。スタートミーアップ。ウォー、発射。私のバッグに触んな。刃のように。すべて良くなるわ。So long lives this, and this gives power to thee. ご協力、感謝します。あなたの真剣ずらしちゃうぜ。レイニョス・レイノイン先生リンピーニカ。ふぅ、発射。すべて良くなるわ。さあ、お戻り。おめめチカチカするから準備しときな。しばし安静が必要ね。エブリワンプチョヘンザ。まだ踊ってないやついる？フォー、発射。左上げて、右上げて。刃のように。緊張しないで。先輩カーロミとコステールもこう。無駄な抵抗はおやめなさい。今に最もふさわしい城を選んでくれました。 I know the moon and this is an alien city. Woo! 発射。
ちょ気をつけろって。ったく。
のレコード流そう。二人とも気に入っているあの名盤。